パフィオペディルムミクランサムパフィオペディルムマイケランサムはパフィオペディルム属の卵化植物の一つ大きな袋状の新弁を持つピンクの花が特徴多年生の常緑性の草本でリンゲの地表に根を下ろす地生卵数枚の葉を根質状に出す葉は長さ6から7センチメートル線状長楕円型で表面は暗緑色と 白六色のまだら模様でザラつき、裏面は紫色の斑点が多数、横縞状に並び、荒い毛を密布する。地下に、ほふく枝を伸ばし、その先端に新芽を出す。家系は単独で生じ、直立して先端に、単一の花をつける。家系は高さ10センチメートル程度で、白い立ち毛が一面に生える。開花期は春。花は、径5から7センチメートル。 便室は薄手で柔らかい。背学辺は幅広くて短く、側下辺は半円形で、背学辺よりやや大きく、いずれも紫褐色の筋模様が入る。新辺は桃色で、大きく膨らんで乱形となり、その入り口は狭まって、内側に巻き込む。中国の雲南省とベトナムとの国境地帯にある、狭い地域にのみ自生する。石灰岩地帯の山間の森林の、 リンゲの地上に生育し、表面の落ち葉草に根を張る。花の拡大要蘭の一つとして栽培される。この種が発見されたのは1951年であるが、正常の問題などから世界に知られるようになったのは、その30年後である。欧米より先に、日本にもたらされ、唐沢は、フラグミペディウムベッセイピーベッセイアエが発見された1981年に、 これと本種を交換したという。それまで本種はアメリカにもたらされていなかったよし。この種の持つ特に大きな膨らんだ新弁や葉は広くて、短い側花弁などの特徴は、それまで知られていた同属の種には、珍しい特徴であり、またこの花のピンク色は、同属の原種には他に例がないものである。それだけに珍重され、また後輩親としても利用されており、 この種の特徴を継いだものが多数作出されている。栽培の上では、この属の中では体寒性が強いもので、日本では温室がなくても陶器に屋内に取り込むだけで栽培が可能である。ありがとうございます。